一日のお疲れ様でした。お疲れ様でした。本来だったら、今日はですね、はい、リニア鉄道博物館に行く予定はなかったんですけれども、はい、実は明日行く予定だったのが今日回っちゃって、今日も行っちゃいましたね。しかも環状した路線一つ出来上がっちゃって、そう、なんか気づいたらあれこれ一つ環状じゃねって、青波線っていう鉄道路線を環状いたしました。一つ、イエーイ。その前に君は100点取らないとダメでしょって君今何点だか分かります？60点ぐらいかな。いや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 、そんな6分の1なんだけど、これいいか、6分の1だよ。あのね、あと3泊4日、あと4日あります。その間に早くやんないと罰ゲームが待っていると。だから、うん、うん、ちょ待って、何、どうしたの？罰ゲームってさ、もう初めて聞いた気がする。だから初日に行ったじゃないか。初日って今日じゃないけれども、ワープ直前ね。そう行ったよ、その時。え、行ったっけ？行ったんだよな。ごめん。ではどうぞ。ないと思いますけれども、万が一100点に行かなかった場合、お、罰ゲームが待っていますので。わあ、ほら行ってるじゃないか。ワープの時記憶をねなくしちゃったかも。ワープの時ちょっとスピード速かったからね、俺たち。ちょっとね、バーンって言っちゃったけれどもね。バーンって言っちゃったからね。言っちゃったけどね。でも、なんで寝坊して、じゃあなんでちょっと寝坊したんだろうって。ちょっとパラレルワールドだから、ここはやっぱり、確かに。お察しください。君今、第1問目の、第1問目は答えました。仙台駅だけです。仙台駅だ。仙台駅だけです。仙台駅だ。いいですか？それでは、第3問目、行ってもよろしいでしょうか。あ、そうですか。どうしますちょっと勉強する？ちょっと鉄道についてちょっと勉強してから第3問目行く？それともこのまま行きます？さあ、どうする？ノーベンで。 OK、わかりました。それでは行きます。第3問目、レベルは4です。おー、高い。伴って配点は40点です。おお。それでは行きます。ででん。 JR 東海道本線にはある駅とある駅の間で支線が含まれております。さて、何駅から何駅まででしょう。さあ、シンキングタイム、どうぞ。支線、支える線の方の支線。そうです。で、普通本線から分かれている路線っていうのは別の路線名がつきます。例えば、はいはい、岐阜から分かれている路線というのは高山本線というふうに、例えばそういうふうに分かれているんです。ただ本当にちょこっとしか出ていないので、じゃあそこも別の路線名だと面倒くさいから、そこも東海道本線にしちゃえということで、ちょっと分かれているですね、特別な路線があるんです。さあ、そこの駅と駅の間をお答えください。あれ、知ってるかもしれない。あれ、なんかあれ、前にどっかで見た。どっかで見ました。どっかで見た。お、それ答えることできたら君天才。東海道本線。東海道本線だよね。そうです。ちなみにヒントを一つ教えましょうか。はい、東海道本線っていうのは東京駅から神戸駅まで、はい、です。だよね。つまり、よく考えるわ、神戸から先はないってことだからね、答えは。分かってる。さあ、もっと言うと東京にも先もないんだよね。そうです。シンキングタイムは何分でも上げましょう。レベル4なので。ただし、媒体を使ってたのを調べることはなしですね。あれ、どっかで聞いたことあるか。さあ、視聴者の皆さんもお考えを。ちょっと、人のところに足乗っけないで、人のベッドのところに乗っけないでください。やめてください。はい、5分経ちました。分かった。なんすか。はい、それでは分かったようです。それではバッティ君、お答えください。答えは奈良と何の間ですか。そうでしょ。奈良って言われても、奈良と徳島。
気。徳島徳島って、徳島ショックだね。ショックだね。ということで、明日は、その答えの場所に、行きましょう。あ、そうなんですか。あ、そうですか。あ、最先悪いな。その間と間の間、買います。往復分？そう、往復分買います。へー。すごく短いんです。2駅しかないんです。へー。うん、往復、多分280円ぐらいしかない。へー。うん、そうなんです。いいね。うん。なので、そこを勘定しましょう。で、はい、そこでなんですけれども、なんでこの問題出したか、実は一つ理由があるんですね。はい。僕、サンライズ乗ったじゃないですか。サンライズエクスプレス。あ、はい。サンライズ、あれは瀬戸乗ったじゃないですか。はい。実はあの時ですね、東海道本線の本線は勘定したんです。お、ただ東海道線を勘定したかって言われるとそうではなくて、その支線も含まれてるんです。あ、だからその支線を乗れば東海道線勘定ってことで、今回東海道線勘定になるんです。頑張りましょう。そうだね。これで本線系、もうめちゃくちゃ長い路線は、東根線と東海道線、これで2つ目です。おお、すごいですね。着実に重ねていきますね。着実に、うん、着実に、うん、着はは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 。ちょうどいいね。これに乗っても OK だし、次のに乗っても OK だし。ご乗車ありがとうございました。名古屋です。大体答え分かったと思うんだが、バッティ君、うん、じゃあ行きましょうか。でも行きましょうか。身の赤坂の間。正解です。イエーイ。4問目いかせてよろしいでしょうか。はい、それではいきます。第4問目。はい、レベルは文句なし。5問。文句あるな。で、配点は50点です。お、それではいきます。北陸本線のある部分ではこのような一周してる形になってるんですね。さて、なぜこんな形になっているのか、そしてこの路線の家系上の名称をお答えください。丸だからサークル？まあ、ベクトルは合ってるよ。ベクトルは合ってるんだよ。でも、外れだね。じゃあその場所に行きますか。ちなみにちりみなんだけど、はい、
その場所が福井県にございます。福井に行くんですか？今から福井線です。福井に行きます。ここ岐阜だよ。岐阜です。行きます。じゃあ移動開始ということで、はい、もう時間もないので、あ、はい、行きましょう。はい、どうも、仙台飛び鉄でございます。いきなりですいません。ですね、ちょっとね、お知らせがございましてですね、ちょっと最後にちょっと動画、僕の顔を映させていただいております。そのお知らせとはですね、僕の師匠である、方がですね、ちょっとある企画をやっていまして、その企画がですね、なんだっけな、チャンネルをですね登録し合うっていうですね、そういう企画なんですけれども、その企画にですね僕もちょっと参加していますので、ちょっとやらせていただきます。師匠のチャンネルを、まあ、結局は紹介するということなんですけれども、ちょっとね、口が下手なのでね、あんまり紹介っていうのはね、ちょっとあんまり得意じゃないんですけれども、その方はどうやらですね、中学生の、まあ、僕のね、師匠が実は中学生っていうね、中学生なんですけれども、僕大学生なんですけど、で、まあ、でもね、もう動画のクオリティとしてはね、僕を超えているので、まあ、はっきり言って、もう師匠と呼ばせていただいています。まあ、なんで僕が師匠っていう、勝手に師匠って言っているのかというとね、3D のアニメーション作成のですね、世界に入らせてくれた方なんです。まあ、その人が入ってみないかとかそんなことは言ってないんですけれども、その人の動画のね、動画のおかげで今 3D アニメーションを作ることができたんですよ。僕はその方がですね、まあ、先ほども言いましたように中学生の方なんです。その中学生なんですけれども、ただでさえ今すごい動画なのに、これから先もう高校生大学生と、まあ、もしくはどんどん社会人になっていくわけなんですけれども、それぐらいの年になったら多分もっとすごい動画作れるんじゃないかなと思ってですね、将来性を僕はすごく期待しているっていうことなんですよ。なんか上から目線になってますけれども、師匠です、師匠。まあね、まあ、僕も東宝が好きですから、まあ東宝も好きですし、ゆっくりも好きですからね、まあもちろんチャンネル登録させていただいております。ゆっくりとか、あと東宝とかね、好きとか、あと音楽、師匠音楽やってるので、音楽とかね、そういうの好きだなと思ったらですね、ぜひチャンネル登録お願いいたします。そのチャンネル登録のボタンをここにやっときますので、ここですよ、ここぜひ登録お願いいたします。僕の師匠でございます。で、まあ、なんか便乗して悪いんですけれども、僕のチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは以上、仙台撮り鉄でございました。それでは。